コンプレックスは、シンガーソングライターの吉川孝二と、元、ボーイのギタリスト、ホテイとの二人によって結成された、日本のロックユニット。発表した楽曲の権利関係は、全曲、ホテの所属事務所の出版社、IRC2 コーポレーショントイボックスゼロが、管理している。二人は、ホテの所属していたバンドであるボーイのアルバムに、吉川が参加、また、 吉川のアルバムにギタリストとして補定が参加するなど結成以前から交流があった。渡辺プロから独立したての吉川と防衛解散後の布袋の飲み屋での一緒にやろうかという話から、双方の事務所も乗り気になり、結成へと至る。吉川サイドはアイドルからの脱皮、ソロアーティストとしてのキャリアしかなく、ロックバンドという活動形態に魅力を感じ、それを通して、 自分のコンプレックスそのものである洋楽に匹敵するスケールの大きい音楽を再三度外視で作るため、ホテイサイドはソロアルバムに対し、ボーイファンからの布袋の歌への否定的な声と、ギタリストとしてギターインストの作品を求める声が上がり、ホテイ本人も一流ギタリスト、プロデューサーとして未熟なボーカリストの自分を認められずにいたため、 双方の事務所はこのユニットの企画を積極的に進めていった。1988年にコンプレックス結成。翌1989年4月にシングル BE My Baby でデビュー。活動時に発売された作品はすべてオリコンチャートで1位を獲得した。結成から2年後の1990年11月8日、この日開催の東京ドーム公演をもって、 無期限の活動休止。活動休止については、本能のままに生音を制作し、シンガーソングライターとして、急成長する吉川と、音楽の細部にわたるこだわりだけでなく、活動コンセプトやファッション、ビジネス面に至るまでを綿密に計画し、プロデューサー視点で、トータルで捉える布袋との間に徐々に、溝が生まれ、最後は、飲み屋でのつかみ合いから発展したとされ、 当時コンピュータを多く導入した隙のないサウンド作りを考えていたホテイとコンプレックスのツアーで一流ミュージシャンによる名前演奏で歌うことの楽しみを知った吉川との間に音楽性の根本的な違いが生じたことも休止の要因と言われている。7月31日のライブ21年ぶり2011年4月28日。 吉川、補填双方の公式サイトにおいて21年ぶりに1日、限りの復活をすることが発表された。震災後、吉川が布袋に、いつかコンプレックスをやろうと話したこともあり、ならば今しかないだろうと再結成を呼びかけたところ、補填も一度は、まだ気持ちの整理がついていないと返答を保留したが、ほどなく、願いは一つ、心は一つ、答えは一つ。 ぜひやりたい。と再結成することを、7月30日、東京ドームにおいて3月に発生した、東日本大震災のチャリティーライブ、日本一新を開催し、延べ10万人を動員。翌日に追加公演が行われた。12月31日、アークにコーポレーション、アクセルミュージックエンターテイメント、ディスクガレージより、公演、コンサートグッズ、 公演を収録した DVD の売り上げから総額6億5431万8473円という金額を集めたことを布袋の公式サイトを通じて発表された。ありがとうございます。